はい、どうも、トカのチャンネルの高丸です。今日はね、スティールダーツをね、やりたいと思うんですけど、今回ね、ちょっと新しくね、バレルをね、新調したんでね、この試し投げですの動画です。って言っても、もうね、あの1年くらいもうブランクが空いちゃってるんで、投げ方とかも忘れちゃってるんで、かなりもうバラバラになっちゃうかもしれないけど、とりあえずね、新しくしたんで投げていきたいと思います。それでは行きましょう。レッツダーツ。はい、じゃあね、それじゃあね、投げていきたいと思います。ね、このバレルの、詳細は概要欄の方にね、どういうバレルよだよっていうのをね、貼っときます。とりあえず投げてみましょう。いや、スイスすぎてやばい。まずは20トリからいきます。いいですね、このバレル投げやすい。ちょっとね、やっぱ飛びが汚いから当たり方がもう掴めちゃなくなっちゃうけど、すごく投げやすいです。本当これね、投げやすくて前々から欲しかったやつなんで、本当これ嬉しい。じゃあ次は下のライン、19のライン行ってみますか。下のラインちょっとね、盤面遠いからね、見づらいかもしれない。やっぱね、久々だからね、やっぱ投げ感が全然違うね。これはね、だいぶ投げ込まないと戻ってこないね。でもう一回、19ね。やっぱね、スタッキング、これ今回のバレルって、ちょっとこれチップを見づらいんだけど、トーマルのね、純正よりも長いやつ使ってるんだよね。ここの針の部分、取り替えてるんで、ダーツ自体がめちゃめちゃ長くなってます。この分、スタッキングした、このスタッキングっていうのは、こう刺さった時に、スタッキングっていうのは、こう羽を、にこう吸い込ませて、パチンと当てて落とす。パチンと当てて落とす。っていう投げ方、これがね、長いとすごくやりやすい。続いてね、ブルいきますね。わぁ、全然違う。いいですね、投げ感が素晴らしい。なんか重さもいいし、長さもいいし、これね、見てもらったらわかるかな。基本的にもうグリップする場所がないんですね。だから、こう、出すときに、すっと引っかかりなく抜ける、抜きのダーツができるっていうね、そういうバレルなんですよ。じゃあね、次は、その、オンリー、盤面オンリーの20、19、ブルの順番でやっていきます。高丸チャンネル。はい、じゃあまずはね、20のトリプルからいきます。次は19のトリプル狙います。じゃあ最後はブルいきます。ブルのレンズいいね。最後は全体的の画角でやります。いやもうね、久々すぎてね、全然もうね、まとまらないです。
いかがだったでしょうか。久々のね、1年ぶりのハードダーツが来ました。いやーね、やっぱりね、まあ、1年のブランクが空くってことはかなりね、感覚がもう全然麻痺してて思ったより投げれないんです。なのでこれからはちょっともうちょっとね、ちゃんと練習して、上手くなっていこうかなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。これが良かったなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。